暗殺剣とは何か、お前たちに問うてみたい。野生の虎はお前たちの殺気を読む。勝負は一瞬で決まると思え。この虎を暗殺者としての憲法をもって仕留めてみよう。なんと凄まじい。体より発散する闘気で虎の攻撃を封じてしまうと。ケンシロウ、虎は貴様を敵とは思わなかったようだな。貴様にはこの俺と継承者を競う資格などない証拠だ。いや、恐るべきはケンシロウ。奴の前では虎ですら死を覚悟した。だがラオウの前では虎は死を恐怖した。ラオウの剣は暗殺剣とは言えない。それにしても何という豪剣。お前は一体ラオウ。